第二次世界大戦末期に使用された戦闘機紫電海の操縦席模型が完成し、今日お披露目されました。大きな拍手をお願いします。加西市のアスティア加西でお披露目されたのは、旧日本海軍の切り札とも言われた戦闘機紫電海の操縦席模型です。加西市には紫電海の組み立てや試験飛行が行われていた旧日本軍のうずらの飛行場跡があり、去年紫電海の実物大のレプリカが製作されています。今日の除幕式では西村和平市長から戦士研究家の上谷昭夫さんに感謝状が贈られた後、参加者らは計器板などが設置された模型の操縦席に乗り込み、当時の状況に思いを寄せていました。17、8歳の子どもたちまで特攻隊に参加した。本当に重い、命の重みです。だからそういう人たちの尊い犠牲があったということも忘れてはならない。操縦席の模型は来月6日からうずらの飛行場跡で公開されます。